こんにちは、脱サラ大手メーカーの脱大目です。今日は年収ランキング5位、キーエンスの給料が高い秘密というテーマでお話をします。まずは簡単に自己紹介です。このようになっています。動画を概要欄に貼っていますので、よろしければご覧ください。はい、今日なんですけども、こういう順番でいきます。まずはキーエンスとはどんな会社かを説明しまして、その気になる年収ですね。そして最後に年収が高い秘密に迫っていきます。それでは順番にいきましょう。まずキーエンスとはということで、キーエンスの製品をまずは見ていきます。で、どんなものがあるかというと、まあ、ここ上に3つあるのがセンサーですね。キーエンスは工場で使う製品を使っています。で、例えばこの安全機器、これもセンサーなんですけども、この棒と棒の間に手を入れると、このセンサーに引っかかって設備が止まるっていうような安全の機器も作ってます。まあ、これ全部センサーですね。他に有名なのは画像処理システム。例えば、ものづくりで、まあ、検査をするとき、まあ、何か材料を塗ったとき、そのちゃんと塗れてるかなっていうのをチェックするときに、画像処理でその検査とかをやったりします。そのカメラですね。カメラとその中の画像の処理のシステムを作ったりしてます。で、他に有名なのはこれですね。PLC っていうのは工場の頭脳のような役割をするものになります。まあ、パソコンでいう CPU ですね。コンピューターになります。まあ、このようなですね、まあ、いろんなものを作ってるんですけど、工場向けの製品を作っている会社です。で、特によく言われるのが、まあ、営業力がかなり強いって言われてます。で、私もですね、実際三菱電機時代に一緒にキーエンさんと仕事をしてまして、その経験でいきますと、特に大きく4つですね、まあ、素晴らしいなと思うことがありました。まあ、1つ目、レスの速さですね。まあ、レスっていうのはレスポンス、反応の速さですね。メールの返信が早かったりとか、っていうのが本当に素晴らしいなというのと、あと製品の知識ですね。よくですね、いろんな営業さんとお話しすると、まあ、こちらもその会社について調べてお話ししますので、いや、こっちの方が製品の知識あるじゃないか、調べたからこっちの方が知識あるじゃないかっていうのがちょくちょくあるんですよね。ただですね、キーエンスさんはもうそんなことはなくて、本当に営業の方も製品の知識がしっかりあってですね、すごくいい情報を教えてもらえるっていうことがありました。そして3つ目、トラブル時のサポート。まあ、これレスの速さにもつながるんですけども、まあ、どうしてもですね、ものづくりで設備を使ってると何かトラブル、まあ、急に動かなくなったとか、まあ、違う動きをしてしまうとかってあるんですけども、そういう時でも、技術的なサポートもしっかりしてくれる。で、さらには人柄の良さですね。私はだいたい3人ぐらいの営業さんとしか関わってないんですけども、まあ、どの方も素晴らしい人柄でして、まあ、これはもちろん人にもよるとは思うんですけども、まあ、本当にすごく素敵な方でした。まあ、キーエンスは もちろん製品もいいんですけども、その中にいる営業さんもすごく素晴らしいということがあります。まあ、社内の教育がしっかりしているってよく言われています。はい、それでは続いてキーエンスの年収について見ていきます。まず年収ランキングからです。これはキャリアピックスというところから取ってきたものです。で、この中では堂々と5位に入ってます。まあ、メーカーでは1位ですね。平均年収は1800万円を超える、まあ、平均がこれですからね、もう本当にすごい会社だなっていうことがわかります。で、いろんな口コミを見ていると、だいたい 2,3 年目で1000万円を超えてくると。まあ、特にその利益の何パーセントを社員に還元するっていうのがあるので、まあ、ボーナスが特に高くて、まあ、これだけの1000万円を 2,3 年目で超えるというすごい数字が出ています。それでは、このなぜこんなに年収が高いのかっていう秘密を見ていきます。まあ、そこは営業利益率があるんですけども、なんと営業利益率が 50% 以上、半分以上ですね、売上の半分以上が利益になると。で、メーカーで優秀とされるのはどれぐらいかというと、まあ、大体 5% 以上がすごいよねって言われてます。まあ、5% ですごいのに、その10倍の利益率を叩き出している会社になります。で、他の会社と比較なんですけども、まあ、今日は詳しくはお話ししませんけども、別で動画を撮っています。こちらはパナソニックの決算ですね。で、続いて三菱電機、同じメーカーの決算になります。で、他には、こちら IT 企業ですね、LINE と Yahoo の親会社の Z ホールディングスの決算です。まあ、IT 企業はメーカーよりも高い利益率を誇りますので、まあ、そちらにも注目してみてください。
て営業利益率が高い仕組みということで、大きく2つあります。ファブレスな生産体制と直販体制。で、ファブレスっていうのは、このファブっていうのが、製造という意味で、レスっていうのはないっていうことなんで、工場がない生産体制。つまり自社工場ですね。自分の工場を持たない生産体制になります。じゃあ何をするかというと、開発ですね。製品の開発と設計、こちらに特化をして、ものづくりは外注ですね。他の会社に委託をする。そして自分の工場は持たない。で、工場っていうのはすごくコストがかかるんですね。どんなことかっていうと、例えば人件費ですね。どうしても工場で物を作るってなると人を抱えないといけないっていうので人件費。で、他には設備費用ですね。がかかります。で、これはもうアメリカではかなり主流のやり方になってます。例えばすごく有名なのは iPhone ですね。iPhone 開発の設計は Apple がやって、物作り自体は中国の会社に投げる。みたいなやり方をしてます。そのアメリカ流のやり方をキーエンスは採用しているということです。で、もう一つ営業利益率が高い仕組みなんですけども、直販体制っていうものがあります。直接販売する体制ですね。通常ですと、物を売るときって代理店だったり販売会社を通して商品を届けるっていうのが一般的なんですけども、キーエンスは全世界に販売拠点を、自分の販売拠点を置いてまして、ここ挟むとどうしてもここに手数料を取られますので、代理店や販売会社を通さずに自分でやることでその手数料を抑えて直接販売する体制を作っている。で、さらには利益が上がるだけではなくてですね、全世界の情報ですね、情報も入ってくるのでよりいい製品が作れるんだっていうことをキーエンスは主張してますね。はい、最後まとめになります。今日はキーエンスの年収について見ていきましたけども、平均年収は1800万円超というですね、かなり高い数字になっていました。で、どんな事業をしていたかというと、センサーだったり工場向けの製品ですね、センサーだったり画像処理だったり PLC、工場の頭脳になるものというものを中心に作っていました。本日の動画は以上になります。今日は年収ランキング5位、キーエンスの給料が高い秘密というテーマでお話をしました。このチャンネルでは市場価値の向上に役立つ動画を配信しています。興味を持ってもらえたら、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。ブログやツイッターもやっていますので、チェックお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。